ラマンラーの羊毛を紡ぐ男。1919年の写真を着色した物防水と呼ばれる紡ぎを行うための素朴な道具。繊維の集まりの一部を引っ張りこのスピンドルに結びつけ、このスピンドルをぶら下げたまま手のひらなどでスピンドルの側面などを撫でるようにしてくるくるとスピンさせる。するとスピンドルの重さを支えている繊維群によりがかかり、 まとまりつつ、糸になってゆくので、適度なところでスピンドルに巻きつけ、その後は再び繊維の塊から繊維を引っ張るところ以降を繰り返す。メディアを再生するそもを紡ぎ、編み物という一連の作業をしている動画。糸車と呼ばれる道具も登場する。糸車での作業を手前側から見た写真。左手あたりにもわもわと広がった繊維があり。 右手の先で回転している部品によって、よりがかけられて、細くなりつつ一本にまとまって、糸になり、穴に引き込まれてゆき、穴の先でボビンに巻き取られる。防石とは、繊維を糸の状態にすること。例えば、綿花、羊毛、麻、三種の、くず、化学繊維のステープルなど、比較的短い繊維から糸を作ること。大和言葉では、紬とも。本記事では、 つむぐという素朴な行為から、それが産業化した宝石まで広く解説する。もともと、つむぐという古代から人類によって行われている行為があり、これは、比較的短い繊維類を引き伸ばしつつ、より合わせるという行為のことで、それを、ヤマト言葉ではそれを表現した名詞的表現は、つむぎといい素朴な行為から抽象化したものまで広い範囲を差し得る。 専門用語らしい表現や学術表現としては漢字の組み合わせの宝石が使われる。漢字の棒はより合わせることを意味し、磯は引き伸ばすことを意味する漢字で、主に綿や羊毛、麻などの単繊維の繊維を非常に長い糸にする工程を言う。宝石によって作られた綿紙などは宝石糸と呼ばれる。綿とポリエステルのように、 複数の種類の単繊維を混ぜ合わせて防石することを混沌という。これに対し、超繊維の絹を回顧の眉から繰り出し、バラバラにならないよう数本まとめて寄る工程は、静止と呼ばれる。同様の超繊維でも、ナイロンなど高分子材料から新たに繊維を作ることは防止という。こうしてできた糸は、フィラメントヤーンと呼ばれる。スパンヤーンとフィラメントヤーンのどちらが織物に、 向いているかは、見た目と肌触りによる。肌触りでは、宝石で作ったスパンヤーンは単繊維をより合わせているので繊維の端があちこちにあるため、肌への接触部分は天井になり柔らかい。一方、剣士など繊維側面全体が肌に当たるフィラメントヤーンは、見た目は良いが、肌触りは冷たくて、硬いことになる。ただしよりが多いスパンヤーンは、硬くなり、 光沢もなくなっているため、手触りも痛く見た目も劣ることになる。これらをどう折るかで、さらに見た目や肌触りは変化する。日本での鉄麦の様子宝石の起源は不明だが、考古学によれば、約2万年前の旧石器時代のものとされる糸の切れ端と思われるものが見つかっている。宝石の最も原始的な形態は、動物の毛の房や植物の繊維を手で、 自分の体に巻き付け、棒石糸が十分な長さになるまで原料を追加していくというものだった。その後、石に糸の先を結んで、それを回して十分、よりをかけ、それからその石により糸を巻き付けるという作業を繰り返すようになった。次に登場した手法は、8インチから12インチ程度のまっすぐな棒を使うもので、その棒をスピンさせることで繊維によりを加えて、 酔ったた糸を巻き取るのにも使われた当初、棒の先に割れ目があって、そこに糸の先端を固定していた。その後、骨製のフックがツムの先端に追加されるようになった。羊毛や植物の繊維の束を左手に持って、右手で繊維を引き出し、その先端をツムの先端に固定する。腿の上や体のどこかを使って防水に回転運動を与える。 そして防水用を落とすと糸がよられ、それを防水上部に巻きつけていく。このような作業を繰り返して糸を紡いでいく。羊毛や雨などの繊維を巻きつけておく糸巻き棒が使われるようになった。これは原料となる繊維の束を巻きつけておく棒である。その一端を腕に挟んだり、ベルトに挟むなどして、片手を自由にして繊維を引き出せるようにした。 棒をスピンドルとして紡ぐ経験を重ねると、糸を多く巻きつけた紡むほど回転が安定して持続するということに大抵の人が気づく。そこで紡の下端に重りをつけるという改良がなされた。重りには木材、岩石、粘土、金属などを円盤状にしたものが使われ、その中心の穴に紡の棒を差し込んで使った。これによって、 防水の回転が安定して持続するようになった。重り付きのむは新石器時代に登場した。10世紀頃までに糸車が考案され、12世紀にはヨーロッパ、中東、インド、中国で使われていた。糸車によって防石の手間が軽減され、さらに防石器の発明へとつながっていった。イギリスにおける綿織物の人気と自動食器の発達は、 綿紙の需要を大きくし、綿紙の生産性を上げる発明が相次いだ。防石はイギリスの産業革命を飛躍させた重要な分野であった。防石機は当初水力や蒸気機関を動力源としていたが、現在では電気を使っている。防石機の登場によって糸の生産量は格段に増加した。1764年頃、 ジェームズ・ハーグリーブスが複数の糸を紡ぐジェニー防石機を発明し、一人の行員が多数の糸車を一度に操作できるようになり、防石の生産性は劇的に向上した。そして1769年、リチャード・アークライトらがジェニー防石機よりも強い糸を作れる製防機を開発した。この機械は手で駆動するには大きすぎたため、水車を 動力源としたことから水力防石機と呼ばれた。1779年、サミュエル・クロンプトンは、ジェニー防石機と水力防石機を組み合わせ、ミュール製防機を開発した。この機械は強い糸が作れ、しかも大量生産に向いていた。1828年には、リング製防機が登場している。1867年5月に、薩摩藩によって、 日本初の宝石工場として、鹿児島宝石所が設立された。1872年11月4日、日本で初の官営模範工場として、富岡製糸場が設立された。20世紀に入ると、ローター宝石、またはオープンエンド宝石と呼ばれる新たな技法などが生まれ、1秒間に40メートル以上の糸が生産できるようになった。ありがとうございます。